にちは、ゴールデンボーイジムの浅里ひろのです。ケトルベルのトレーニングを今日はご紹介します。脊柱起立筋とこの辺りの筋肉、複雑な動きをして鍛えようということで、ケトルベルスイングの中級編をご紹介します。それでは必ずフォームはこれでお願いしますね。いきますよ。上げるときには必ず息をしながら吐いて上げてくださいね。息止めると内臓破裂しちゃいますからね。嘘つくな。だいたい往復で20回ぐらいやって、それを3セットやってみてください。ボクシングで低い姿勢になれない人、特におすすめです。はい、それではまたの機会を楽しみにしててください。